一、花は好きか？どうしてこんなところに？綺麗だな。長政様。領内に賊が侵入！すぐ行く。出陣の準備を。一門共に。民をいたぶる義なき者、それがしが許さぬ。皆の者よいか。賊より民を守るのだ。賊が救うは東の砦、縦に分かれ攻撃する。長政様とお市様は本当に仲睦まじくいらっしゃる。危ない、賊どもめ。おとなしくしな。なんとけなげなのだ。一応それがしの強い。そんなに大げさに言わなくてもいいですよ。長政様が大事に思ってくださるのは伝わりますから。あれが浅井の当主か。悔しいがそこそこいけてるな。悔しさついでにちょっかい出してやるかね。また無理をさせてしまって。Yeah!
に男がこの勢いで行きます。大敵将討ち取りました。お見事でございますな。まあ最初はこんなもんで、最後にはいい感じにしてます。私が援護いたします。共に砦へ。わかった、そなたの助けがあれば百人力だ。そっから逃がすんじゃねえ。おとなしくしな。大丈夫だ。何よりそなたが無事であればよい。民が危ない。賊どもめ。よし、野郎ども。有り金全部いただいちめ。しまった。本陣危ない。あの信長公の長政様に一応言っているとき。野菜豊かでね、お優しいお方だからな。一、すまぬ。危険な目にばかり。私はもっと長政様のお役に立ちたい。一、だが今は戦国乱世、両者の関係いつまで続くか。長政様の裏目に出ねばよい。一は心なしか、最近沈みがちだ。一を苦しめるのは何だ。それがしは打ち破ってみせよ。長政様、お強いのですね。罪なき民を苦しめる義なき山賊を、それがしは許せぬ義だ。そして一への愛や、それがしの力だ。お兄様と長政様の名言、朝倉の権限の名、いずれお兄様と長政様を荒らせることになる。今この時がずっと続けばいいのに。本陣に敵が至急救援を。この勢いでいきます。幸せそうな2人が不幸にならないと僕が切ってあげないと。戦わん。位置は何があろうと、それがしが守り抜く。長政様、やっやっ風に揺れる藤の花のごとく。